気でやってるから。どうした？はい、デュアルアイドリングやろう。はい、じゃあデュアルアイドリングやっていきます。デュアルアイドリングは2本同時にアイドリングを続ける技です。正面から見るとすごい面白いね、これ。そうですね、見た目がね。でも見た目に反して激ムズだからね、これ。横から見ると、あ、そうだね、それ大事だ。こういう感じ。リアルアイドリングなんで難しいかっていうと、今までアイドリングは一つの平面だけ使ってたのが、同時に二つの平面を扱うことになるので、同じ面じゃないんだよね。そう、違う面で周期を半周期ずらしてアイドリングを続けるので、そこがやっぱり難しい。最初のうちは一本のアイドリングを練習した時と全く同じ地面から始めて、むずいよね、やっぱ続けていきます。しっかり前後に1回ずつ動かして叩いたら、今度は逆の面に持っていくっていうのを、もう体に覚えさせるのがポイントです。よいしょ。で、この時にデビルスティック入門でもあった話で、やっぱり上に力を加えるっていうのがポイント。極端な話、そうこう横じゃなくて、そういう始め方になるよね。スティックの中心が、まあクロスしてる、クロスしてる、同じ位置にあるように、一回一回地面から離れて叩いていく。慣れてきたら一回ずつ地面に置かないで、置かずに返すっていうのを。いやー、こんなうまくできないよ最初。絶対できない。最初のうちはもうこのポジションで保っておくのがすごく難しい。もう気がついたら。あ、わかる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 。デュアルアイドリングで一番たくさんあるミスが、その前後にしっかり分けてたのが、徐々に一つの平面になってて、その失敗やってあげる。なるから、俺。自然となるから。うん、上に上げた状態でやるけど。ほらほら、本当は本当でしょ。本気でやってるからね。意識しないと、だからさっきみたいにすぐなっちゃうよね、はい。視線の話をします。僕だけかもしれないんですけど、デュアルアイドリングしてるときに見てる場所は、体から遠い方のセンタースティックの中心を見てます。そこを見ると、なんとなく体に近い方のスティックは視界に入ってる。その僕のその視線の感覚で言うと、一本のアイドリングでちょっと体から離したアイドリングをやって、そこにここのここの間にもう一本付け足すよ。デュアルアイドリング始めるときはさ、地面からずっとやってた方がいいと思う？それとも、俺は地面からやるのすごい難しいから、はい、いきなり上に空中に浮かせて入る。あ途端にできなくなる。上げられないもん、だって。こっからここが難しいですよ。そうそう。まあでも最初の一歩は絶対地面でやらないと話にならないけど。デュアルアイドリングやってきました。なかなか安定するまでに時間かかるかもしれないですけど。まあ、こういうミスしましたとか、どうやったらできるようになりますかみたいなのがあったら、コメントしてください。高評価もね。
チャンネル登録もなんかそれよろしくお願いします。はい、終わり。